群馬県立病院には県民の命と健康を守るという大きな使命があります。群馬県立病院には心臓血管センター、がんセンター、精神医療センター、小児医療センターの4つの病院があります。4つの県立病院は心疾患、がん、精神、周産期を含む小児のそれぞれの分野において他の医療機関と連携しながら県民に 安全で安心な質の高い医療を提供する専門病院としての役割を担っております。また、地域において必要とされる医療のうち、高度な専門性や採算性等の面から、他の医療機関による提供が困難な医療を継続して提供する最後の取としての使命を持っています。こんにちは。 看護部長の田中です当センターは心臓血管治療を多く実施する専門病院ですさらに消化器外科と整形外科病棟もあり循環器疾患を合併する患者さんが安心して治療を受けられる地域支援病院でもあります生脈治療は全国トップレベルの症例数を誇ります川の流れを利用した心臓リハビリパークも有し 心臓リハビリテーション施設も大変充実しています。事故の筋力アップや生活習慣の改善など予防医療も積極的に実施しています。病院の理念である患者本位の医療に基づき、看護部理念は3つのハートを大切に心のこもった看護を提供いたしますと掲げています。心臓の治療を受ける患者さんは大きな不安と 期待をを持って当院を訪れます私たち看護師の役目は、対話を大切にするハート、思いを受け止めるハート、安全と安心を守るハートの3つを大切に、患者さんの考えや思いをしっかりと伺い、受け止め、安心・安全な医療を受けていただくことです。そのため、常に最新の知識や技術を学び、より質の高い看護の提供を目指しています。 病床数は195床、ICU12 床で運用し、看護師は239名勤務しています。病棟は4部署です。心臓血管外科と循環器内科を主とする病棟が3部署あります。外来や入退院センター、心臓リハビリも部門を分け、看護師長をそれぞれ配置し運営しています。 資格を持つ看護師は多くの分野の認定看護師をはじめ、学会認定の資格を持ち、それぞれの分野でキャリアを活かし、多くの職種と共同しています。当センターは24時間体制で心疾患の救急医療に取り組んでいます。屋上にヘリポートを所有し、ドクターヘリによる受け入れもしています。 自家用車で2時間以上かかる吾妻地区や栃木県からも短時間で搬送受け入れが可能で、急性心筋梗塞や急性大動脈解離などの疾患は到着後に即緊急カテーテル治療や手術に対応しています。ハイブリッド手術室とは、手術室と心臓血管 X 線撮影装置を組み合わせた手術室のことで、 最新の医療技術に対応できます。手術室で働く看護師は、先進的治療を多く学び、多職種チームの一員として安全な医療と看護を提供できるよう体制を整えています。ICU では病状が重篤化した患者さんや、大手術後の患者さんを受け入れています。看護師は多くの医療機器に囲まれ、刻々と変化する病態を予測し、 異常を早期発見できるよう観察しています。また日常生活に早期復帰できるよう看護するとともに緊急で搬送されたご家族の心理面にも配慮し援助しています心臓リハビリテーションは再発予防と QOL の向上を目的としていますそのために 看護師は、肝危険因子の管理や生活習慣の是正に向けて患者教育を行うとともに、精神的サポートを行い、事故の思考や機能を活かした予防的介入を行っています。看護部の教育理念は、患者を主役にした看護を提供するために、3つのハートを持った看護師を育成するとしています。求める看護師像は5つあります。 患者様に最良の看護を選択して提供できる看護師、人との対話を大切にできる看護師、変化に気づける感性豊かな看護師、自らアクティブに行動できる看護師、専門職として常に学び続ける看護師を掲げています。院内研修は教育委員会が中心となり、年間の 研修計画を立案します。研修はクリニカルラダー別研修と役職・役割別研修、新規採用時研修、新人看護職員臨床研修に分かれています。また、共通研修として専門的な学習をサポートする研修が行われています。専門的な学習をサポートする研修では、 心電図不正脈研修、事例アセスメント、心臓リハビリテーション看護、慢性心不全看護、認知症看護などを実施しています。新規採用者は入職後1ヶ月間、すぐに配属先で仕事を行うのではなく、集合研修を行い、組織の一員として必要な知識、技術と、 看護師として必要な知識、技術を学びます。それぞれの部署に配属後1年間は、新人看護職員臨床研修のプログラムに沿って定期的に研修を行います。年間新人教育計画の研修テーマと狙いです。11月には自分が所属する以外の他部署を経験する ローテーション研修を行います。3月には、12か月研修まとめとして、凝縮ポートフォリオの発表を行います。1つ目は、病院説明会に参加し、教育体制が充実していることや、ペア受け持ち制を導入していることを知りました。 科学で学び先輩方の看護実践をそばで見ながら実践を通して知識・技術を習得することができる環境であると感じました2つ目は看護部の理念である3つのハートを大切にするといったことを聞き知識・技術のみならず心のこもった看護を提供していることを知りました実際にインターンシップにも参加させていただき患者様と対話をし丁寧に対応している先輩方の様子を見て 私の目指す患者様に寄り添った看護を学ぶことができ、私自身成長することができるのではないかと思い、心臓血管センターで働きたいと考えました。心臓血管センターでの看護の魅力は大きく2つあると考えます。1つ目は専門的な知識、技術を学ぶことができるところです。教育、研修体制が整っており、基本的な看護技術に加えて、 循環器に特化した研修内容であるため、学んだことをすぐに実践に活かすことができます。二つ目は、患者様主体の看護実践が行えることだと考えます。私は循環器の病棟で勤務しており、患者様の思いに寄り添った看護を行っています。看護部の理念にもあるように、患者様との対話を大切にし、退院を見据えて何ができるようになりたいか、どういったことが解決したいかなど、 患者様と話し合い、一人一人に合わせた目標を立て、患者様主体の看護実践を行っています。例えば、自宅が2階にあるため、単位に向けて階段を登れるようになりたいとの希望があれば、リハビリで段差を登る練習を行ったり、足の運動を強化したりという介入を行いました。患者様は生活者であり、生活という点に重点を置いて、看護実践を行う先輩方の様子を見ながら、 さまざまなことを学ぶことができるのも魅力だと思います。認知症の方の行動にも必ず理由があると気持ちを想像できるような投げかけをしています。例えば、皆さん想像してみてください。知らない土地で、知らない白衣を着た人に治療のためと言って針を刺されたら怖いですよね。不安ですよね。認知症の方は、 入院によってこれに近い感情を抱いています。その反応が時に治療拒否や暴言などとして現れることがあります。これを問題行動として捉えてしまいがちですが、これは劣気とした認知症の方からの SOS かもしれません。というように伝え、感じてもらっています。名前の通り、心臓、大血管疾患に関する高度な専門医療を提供する病院です。 ここ群馬県で日本の最先端の医療を受けられることは、僕たち医療者だけではなく、県民の皆様にとっても誇れることだと思います。新しい治療を常に取り入れる姿勢がこの病院にはあります。医学の進歩といいますか、10年前に全身麻酔で胸を大きく開けないとできなかった治療も、現在はカテーテルでできるようになり、患者さんの体にかかる負担も随分と減りました。 新しい知識を学ぶことは大変ですが、それに勝る魅力ややりがいを感じながら仕事をしています。最大の看護の魅力は、患者様の治療、回復に携われることだと思います。自分は ICU に所属して10年以上になりますが、ICU は治療を必要とする重症な患者様が365日、時間に関係なく搬送されてきます。 入院したときにあんなに苦しそうだった患者様が迅速な治療や自分たちの看護により元気になっていく姿を見ることに看護師としての誇りを感じています。